犬の前足 D の部分が狼爪。この犬の狼爪は地面につくことがないので爪が伸びてしまっている。狼爪は足指の痕跡器官であり、俗に言う犬の親指である。多くの哺乳類、鳥類、爬虫類にある。狼爪は通常足の高い位置に生えるため、思考動物の場合は立った時に狼爪は地面につかない。狼爪は おそらく犬のものが最もよく知られている。子犬の間に狼爪を切除することがよく行われるが、切除の必要性については議論がある。犬の狼爪はほとんどの場合前足の内側にあり、時折隠れている。ほとんどの品種で全部の狼爪とは異なり、後部の狼爪は骨の一部か、または筋肉組織として捉えられる。 いくつかの品種の犬は一つの足に複数の狼爪を持っている場合も見られる。通常の前足の狼爪に加え、別の狼爪があるときは二重狼爪という。狼爪が犬の牽引力の助けになっていることには議論があり、いくつかの犬種では犬が走る際に地面との接触によって、狼爪は爪と他のつま先の爪と同じようにすり減る。しかし、 多くの犬の狼爪は地面に触れることが決してなく、狼爪の爪もすり減ることはないのでしばしば安全な、長さを保つためにトリムする。狼爪は死んだ、付属器ではなく、物を掴むことができる。しかし、いくつかの品種の犬の狼爪は、足と皮膚でしか繋がっていないように見える。このような犬の狼爪は、容易に曲がってしまうので掴むことに使うのは容易では、ない。 オ爪カミズメを外科的に除去すべきかどうかには議論がある。外科的に除去すること自体は容易だが、術後疼痛や術後感染のリスクもあり、切除を行う場合は相応の医療機関で行われなければならない。猟犬は走っている間に伸びすぎた植物がオ爪カミズメを割いてしまうことがあるため、積極的に切除を行う場合がある。グレートピレニーズの狼爪オカミズメは、 骨の構造上、足についている。狼爪の除去は、品種によっては、有害になる。加えて、特にアジリティのような犬のスポーツを行う場合、犬によっては、狼爪は、走る際に地面につくので、走るスピードや方向転換には不利になる。アメリカでは、ブリーダーによって、デュークロードな子犬が売られている。これは、狼爪が除去されたものであり、 健康上及び安全上の理由からと認知されている。いくつかの品種の標準では、オオカミズメの除去は要求される。ノロジカの想定にある、オオカミズメヒズメのある動物は、ヒズメで歩く。想定の動物は、両方のヒズメの中心で歩くが、オオカミズメは、大抵の場合その両足の外側にある。オオカミズメは、ヒズメよりも少し上部にあり、ヒズメと作りが似ている。 これらの種のオオカズ爪は、ヒズメに比べて地面につくことがないか、少ない。他は、オオカズ爪がヒズメに比べ小さいだけでジャンプするときや、柔らかい地面に着地する際に設置する。ヒズメのある動物には、狼オオ爪はない。ライス、ダン、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ドッグ・ブリーディング、バロン。 エースエデュケーショナルシリーズ、P150、ISBN9780764138874、ホスキンス、ジョニー・ D、ベターネディ・ネリー・ PD トリックス、ドッグス・アンド・キャッツ・フロム・バース・ツー・シックス・マンツ、サンダース、P251、ISBN9780721676654 もし、狼オ鼓オミミを除去するなら、子犬の時にすべきであり、政権の場合は考慮する必要がある。 外科的処置には、犬の狼爪と足がしっかりくっついていない場合は、局部に直接、局所麻酔剤を施す。ただ、多くの犬は手術後、痛む手を舐めることを抑えられないので、飼い主は、用心深く見守る必要がある。レフ、ピラニアンマウンテンドッグダブルデュークラウス X-ray、pyrmont.tripod.com2012 年1月26日閲覧。 プリック、ショーン・ファーマン、マイケル、ホワイト・テイル・ハンティング、トップ、ノッチド・ストラティジーズ・フォー・ハンティング・ノース・アメリカズ・モースト、ポピュラー・ビッグ、ゲーム・アニマル、クリエイティブ・パブリッシング・インターナショナル、ピアニッシモ、8、9 ISBN 8、ISBN 978-1589231290。ありがとうございます。